この人いないとエヴァなかった。いや、そんなことないよ。俺がいなくなったからエヴァできたんだよ。絶対ガイナックスは。あのね、僕がいた頃、ガイナのね、企画って、本当にね、なんだろうな、当時、庵野だけじゃなくて、北久保とかいろんな人間、前田真宏とかさ、樋口真とかいろんな人間が企画出してて、で、どれを取るのかがね、一定しなかった時代がすごい長かったんだよ。だから、ガイナックス企画地獄時代って俺呼んでんだけどさ、1年半か2年ぐらい、いろんな企画が生まれては消え、生まれては消えっていうのがあったんだよ。で、エヴァっぽい企画もあったんだけども、やっぱ庵野の中でこれだっていうのが、なかなかなかったので、結局そのエヴァという企画もガイナの中で出てきたっていうよりは、キングレコードの大月さんのところに持って行って、それで成立したようなもんだからさ。だから俺が抜けたからエヴァができたっていうのが、実際のところだと思うよ。